みなさんこんにちは試験本番で緊張しないセルフコントロール講座担当は鳥谷亜世代と申しますどうぞよろしくお願いいたします、えー、まずは私の自己紹介をさせていただきます一般社団法人上がり省克服協会で代表理事を務めております 中学一年生の国語の教科書を読むときに手と声がですね震え出したのが上がり症のきっかけでした以来三十歳ぐらいまで十七年間上がり症に苦しみ続けました中学一年生の時に上がり症自覚したので中学高校の六年間は大変つらい青春時代でした本読みが当たると分かっているときは 疾病を使って保健室に逃げるということも数々経験していますあとは歌のテストやリコーダーのテストの時にですね手が震えて吹けないというようなことも経験しました中学高校六年間まあなんとか学校には通っていたんですがとにかく授業に出るのが辛かったです 高校を卒業して進学進路を決めるときにですねそんな状態でしたので私は大学にまあ行けなかったんですね自分が上がり症で大学に行くことができないということは周りの人には言えなかったんですただ大学に行かずに就職したいということを言ってましたそうしたところ学校の先生が そんんなに就職したたいんだったら公務員試験を受けてみろというふうに言いまして、えー、だったらちょっと挑戦してみようということで、えー、名古屋市役所と私あの地元が名古屋なので名古屋市役所と愛知県とそれから国ですねを受けまして、えー、たまたま運よく三つとも受かったので地元の名古屋市役所に入庁します、えー、ようやく事、えー、業に出なくていいと。 思ったんですが、まあそんな甘いわけはなくてですね、市役所に入庁してからも人前で話す機会はやってきました。特にですね、市役所の市長室、市長の秘書ですね、をやっていた時は大事なお客様をアテンドするときに手や足が触れたのを覚えています。その後も名古屋市の教育委員会や 議会事務局というところにいたんですがその時も手と声が震えて本当に大変でした研修が研修の講師が当たる時は毛病を使って休んだことも数々ありますそんなこんなで大変な思いをしながら市役所に勤めていたんですがもちろんですねあがり症を克服しようと思って精神内科ですね の通院もしたことありますしあとはあの高額なな催眠療法とというのもやっってみたたこががありますす効果はなかったですそれでたまたまインターネットであがり症克服の話し方講座っていうのを見つけましてでそこにちょっと半信半疑で通ってみたんですがそこで、えー、たくさんの方があがり症を克服するために学んでいたんですね。 それで,です,、ね、すごく感銘を受けまして自分もそこで何とかあがり症を克服したいということで入会しましたそこで2年間授業を受けてトレーニングをして、えー、見事あがり症を克服することができましたでその経験をですね生かして、えー、何とかこう私のようにですね人知れずあがり症で苦しんでいる人を救いたいと ということで市役所を退職しまして、今から16年前になるんですが、あがり症克服の専門の話し方講師としてデビューしました。で、2014年に全国初の元あがり症によるあがり症のための教会、一般社団法人あがり症克服協会を設立して理事長に就任しました。 今は全国各地のカルチャースクールそれから大学高校中学企業団体などで年間200回以上の講演活動をしています指導してきた生徒さんは7万3千人を超えますさらにですね著書も多数出しておりまして ベストセラーですね人前で上がらずに話せる方法こちら6万部ほど出ておりますが初め15冊ほど出していますあとメディアの方もですね多数出演させていただいておりますはい次に教会のご説明ですがこんな感じですねおかげさまで全国各地に教室があります 7万3000人以上の方をご指導させていただいていますこの名誉顧問の武田先生はご存知でしょうかねあの本間デッカ TV でよくあの出ていらっしゃいます中部大学の教授をしていらっしゃいますが武田先生も元上がり症だったということで私どもの教会に賛同してくださっています講演実績としては地方自治体ですねはじめ大学 こちらはですね、あの就活支援を主に行っていますあとはロータリーさんライオンズさんなどは経営者向けのセミナーを多数行っていますそれから民間企業カルチャースクールなどで講演をしています書籍やメディアは先ほどお伝えした通りなんですが特にメディアですと NHK さん多数出ておりますしあとはあの芸人さんにもたくさん指導していまして最近ですと トレンディエンジェルの斉藤さんですとかあとはオードリーの若林さんや有吉さんですね人見知りの方のご指導も多数しています主な方は修行の方ですとかあと経営者の方が多いですねこんな感じです はい、それではここからですね。ガイダンスということで、あなたの上がり度チェックを行っていきます。はい、こんなお悩みはありませんか？あなたの上がり度をチェックしていきます。えー、試験本番で。はい、動悸が激しくなるのを感じる。まあ、いわゆる心拍数が上がるドキドキするという状態です。 はい。2。手足がガクガクと震える。これはあの例えば筆記用具を持っている時ですね。手の震えが気になる方も多いと思います。あとは足ま膝周りがガタガタと震えてくる人も多いと思います。3。全身から汗が出る。もしくは汗が出るような感じがする。全身からと言ってます。けれども、まあ、例えば手汗。 タイプの方もいますし脇汗顔汗という方も多いと思いますちなみに私は脇汗タイプなのでパッと見は汗が出ていないように見えますがジャケットを脱ぐとびっしょりということはよくありますはい次4口が乾いてしまうですね口が乾くとですね喋るときにですねちょっとつっかいてしまうという方が少なくないと思いますねはい5 頭の中が真っ白になる。えー、家ではできる普段ならできるようなことも本番になるとできないという方がいらっしゃると思います。六、トイレが近くなる。あの試験の直前にトイレに行きたくなると結構困りますよね。あのこれは、ああ、しもそうですけど、あの私の場合は。ちょっとお腹がゆるくなるっていうことがありまして、結構焦りますね。 はい、七、息苦しさを感じて、冷静でいられなくなる。まあ、パニックになってしまう方もいると思います。八、顔が赤くなります。赤面ですね。これ、あの、反対に顔色が悪くなる、青白くなる人もいらっしゃいます。はい、九、声が震えたり、言わずってしまい、うまく話せなくなる。 そうですね。あの面接で声が震える、わずる、ええー、喋ることができなくなるっていうのは結構つらいと思います。ええー、十、ミスによる失点を過度に恐怖する状態になるということですね。この十項目ですが、えー、皆さんはいくつ当てはまりますか。はい。チェックの確認です。 実は一つでもチェックがついたら上がり症の傾向があります一つでもですねしかし落ち込む必要はなくてですねいわゆる上がり状態は誰にも生ずる現象です、えー、特に資格試験年に一度しか受験のチャンスがない難関国家試験においては 本来の実力の50も力のもを出せない人が多数に上ると言われています。50%も力を出せない人が多数ってことですよね。ということは一点を争う難関資格公務員試験等において実力が半分しか出ないのか実力の80%以上出しきれるのかこの違いが合否を与える影響が極めて大きい。 ということは言うまでもありませんこのガイダンスを受けている方は後者の実力の80%以上を出し切ってほしいんですねということで上がりを克服させたプロ私ですけど私が明日から使える実力発揮の方法論を伝授していきますところで緊張しやすい人にはこんな症状があります 一赤面症ですね。二、はい、視線恐怖症、人から見られるのが怖いという人ですね。三処刑、えー、何かを持つと震える人のことです。四電話恐怖症、あの最近ちょっとニュースでも話題ですけれども、あの特に若い方は固定電話に出る機会が減ってるので。 電話恐怖症の人が増えているというお話もあります。はい、5。会食恐怖症ですね人と食事を取るのが苦手という方です。6。喫音症喋るときにですね。口ごもってしまう方です。はい、7。多汗症汗かきさんですね。などなど。 悩みの症状は人それぞれでもその原因は緊張や不安などに集約されていますということですねはいということは緊張をコントロールすることができれば最高のパフォーマンスができるということです上がり症を克服するのは奇跡でしょうかまあこういう質問が上がり症の人からたくさんあります私は本当に上がり症が治るのでしょうか 緊張は治るのでしょうか質問がたくさんあります答えはですね治ります奇跡じゃないです脳です、えー、現に私はですね重度の上がり症を克服して、えー、今こうして人前で喋る仕事をしています、えー、奇跡でもなんでもないですね、えー、なぜかというと緊張をコントロールする方法はあるんですよね、えー、性格だからと諦める必要は全くありません 初めから水泳が得意な人がいないように生まれつき自転車に乗れる人がいないように学びとトレーニングでで克服できます。あなたの実力を最大限に発揮できるよう試験本番で緊張しないセルフコントロール法をしっかりとお伝えしていきます。えー、この続きは、 本編で楽しくしっかり学んでいきたいと思っていますそれではお待ちしておりますありがとうございました